武蔵野栄養専門学校の2年佐藤まどりです。よろしくお願いします。高校生の時に男子バスケ部のマネージャーをしていて、その時に味の素さんの食育を受けて、自分自身運動もしていて、運動する時にどのような食べ物がいいかとか、運動後と運動前に何を食べたら一番体にいいかっていうお話を聞いて、すごい興味を持って栄養士に魅力を感じたので栄養士を目指しました。最初は短大を目指そうと思って高校の先生とも相談してて、やっぱり大学、短大、専門の順番にまあいいよって言われて、でもいろんなとこを見なさいって言われたので専門学校にも目を向けてみて、実際にオープンキャンパスは短大と専門学校どっちも行ってみて、短大は短大ですごいいろんな勉強の面でもいい面はあったんですけど、武蔵野に来た時にオープンキャンパスで実際に実習を学生さんとしても、なんかあったかいアットホームな感じがあったし、実技で大量調理があるっていうところに一番魅力を感じて、自分は実習で力をつけたいと思ったのでこちらの専門学校を選びました。オープンキャンパスに来て学校の様子、まず来た時にあ、大きいっていうのと、学校の設備を見ていて、その大量調理の給食室に大きいお釜があったり、実習室にもいろんなガス台、電子調理器っていって設備が揃っているっていうところもすごく一つの魅力でもあったし、生徒さんと実習をしたり先生ともお話をさせていただいた時に、いい意味で距離が近くて、でもすごいなんかなあなあにはならずに、ちゃんと先生と生徒っていう立場もある中でもすごく和気あいあいと話していて、そこで温かみ、アットホームな感じがすごい伝わってきたのでここを選びました。自分は理系が全部苦手で文系の道に進んでいて、進学する時も学校の先生に自分は文系だけど大丈夫ですかって聞いた時に、先生が足し算割り算って基本的なことができてれば大丈夫だよって言われて、それを信じてここの学校に来て、授業でもついていけるかなって不安だったんですけど、学校の先生たちが本当に基礎の基礎から全部丁寧に教えてくださって、わからないところも授業が終わった後に聞けばこうやるんだよとか、昼休みまたおいでって親切に教えてくれたので全く困らなかったです。一番勉強になったなと思ったのが、実技テストでもあった玉ねぎの千切りで、ペティナイフとフレンチの包丁どっちも使って細かくて早いみじん切りの方法が自分なかなかできなくて、すごい悔しくて、実技テストに向けてもテスト前とかに練習会に参加してできるようになりましたね。一番はやっぱり大量調理ですね。最初も1年生の時は一クラス全員で作るんですけど、それだけでも最初は大変で、もう人参の千切りがすごく嫌になって、でも2年生になると、1年生の時は一クラスだったのが一クラスの3分の2の人数で同じ400食作るってなったんですけど、やっぱり1年生の後期分で積んできたものが2年生の前期ですごい役立って、全然苦ではなかったです。自分が献立を立てた時に食べた人にインタビューをしたんですけど、みんな美味しいって言ってくれて、すごいなんか頭を抱えながら考えた回あったなって思いました。朝当番の人がみんなが8時半集合だったら、当番の人は30分前の8時からスタートします。で、当番の人は節菜、すちこん、回転釜、検品、ホールで5つの仕事とかに分かれて、検品だったら最初にみんなが切るもののグラム測ったりして本当に納品されているかチェックしたり、節菜だったらみんなが切るために洗い物をしっかり洗いを3回も水を変えて洗ったりして、冬場はすごい手が冷たくて大変だったりして、すちこんだったらデザート作って、回転釜だったら大きい、本当にもう人が3人ぐらい入るんじゃないかっていうお鍋で、もう大きい回すものを使って本当に全身でやっていて、もう夏は逆にもう汗すっごいかいちゃってはぁはぁと思いながら作ったりするんですけど、野菜も5人家族だったら人参1本で済むところを400人分ってなるので、もう30本40本使ったりして、それをさらに千切りってなったらもう全然終わらなくて果てしなくて、みんなで大変だみたいな、嫌になるねって言いながら作ったりするけど、それが一つのおかずになった瞬間に、あ、できたみたいな、
自分が頑張って細かく切れば切るほど食べる人もふわふわしてて美味しかったって言ってくれるので、その言葉で、あ、今日も朝から頑張ってよかったなって思うので、すごい達成感が味わえる授業になってますね。本当になんか実践的な授業がいっぱいで、離乳食、幼稚園、小学校っていろんな段階のステップを踏みながら作るので、一班6人で2食分を作るんですけど、調味料で一つでも大人だったら 1g 作ると使うところを、子供だと 0.5g とか、数字でも目でも分かるし、食べてみても味が薄かったりだんだん濃くなったりっていう変化を感じられたので、すごい自分のためにもなりました。高校の時と変わらないっていう安心感があったのと、朝しっかり顔を合わせるのでちょっとした変化でも先生が気づいてくれて、ちょっとおいでみたいな感じですぐに相談に乗ってくれたりするので、すごい安心して学校に通えます。はい、